はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングです。封じ修行会。はい。というわけで、ガチアサリ来たので、はい、やってるわけですけども、はい、見てください、この昭和初期のような X パワー。やっぱはい、ちゃんと形だけ X メン貫いてたんだね。なんか、調子が悪いとか、うん、ね、うん、まあ、そのガチアサリ、ちゃんとやればとか言ってる人いますけど、うん、ちゃんと僕は嘘ついてないですから形だけ X メンっていうのを、うんうん、ちゃんとこの1900から2000の人なんだね。いや本当そう、ギリギリだから、で困ってると思う。あの運営も、うわなんだそこそこ X S Q でもないでも X でもないなんだそこっていう、本当はなくしたいとこね。本当はなくしたいとこ。そうそうそう。取っ払って、パッパッてやりたいのに、うん、何そこっていうとこにいるんで、はいはい、やっぱそこは一個行きたいんだけど、まあこれでしかも、その上げたてじゃなくて、うん、やってどんぐらいかっていうか、まあ全部で4時間ぐらいやってんのかな、その、上がってから。ああ、じゃあもう40戦ぐらいやってんだね、多分。まあ3、40はやってる。うん、そうだよね、うん。やった結果、で、なんか、最初はやっぱ2000ちょいぐらいなんだけど、うん、やっぱ、こう、少しずつ少しずつ下がってくるよね。なるほどね。ってことは、うん、ここら辺なのかなっていう、うんうんうん、ところなんで、ちょっとピンチな状態ですけども、はい。はい、アサリでの。で、ちなみに、ギアは、カムバックを、そのまま使ってますね、これ、ね。カムバック採用。はい。ラスパーはほら、あんまりっていうの聞いた。まあ、ラスパーちょっと微妙だね、多分、アサリは。うんうんうん。うん、なんで、まあまあ、カムバ。うん、なんで、カムバ積んでるということは、ちょっとまあ、前に、多めに行けるように。まあ死んでもすぐミサイル溜まるからね。そう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 。うん、NG ってやってるので。まあただね、これ、タチウオなんですよ。タチウオ、はいはい。むずい。うん。タチウオむずい。はい。タチウオはね、うん。エリアとかとあんま変わんないけどね。ああ、なんか、いや、上に、右側ほら、右高。うん。取られなきゃ OK みたいなんじゃん。うん、右高を取ってても、なんかこう、あんまり止めれてない感じがするというか。ああ、タイミングいい、まあ入れられてもいいからタイミングいいとこで、うんうんうん。取りに行く感じなんだけど。ああ、その相手のアサリが切れて、ちょっと相手が、こう、まごまごするとこに やりに行くみたいな、ね。やりに行くとか、ああ。一人で入れに来たやつやりに行くとか。はい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 。そうかそうか。その辺もちゃんとだから、まあ取るだけじゃなくて見なきゃいけないから。うん。あとミサイルのタイミングだよね。うん、やっぱ守りの時の。ああ、そうだね、うん。ミサイルむずいんだ。立ちようまた横に広いから。うん。ちょっとじゃあその辺を踏まえて、やっていきたいと思います。はい。はい。まあちょっと落ちないようにしないとね。いや、そうなのよ。1800台行って負けると落ちるんだっけ、確か。だからそうなんだけど。1900切るとまあ落ちるイメージあるよ。そう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 。うん、いや、もう。やっぱあんま見ないでしょ。皆さん。X パワー1931、そうだ、ね、俺落ちたことないんだよな。まずだいたい X パワー2000なんちゃらとかでしょ。うん、やっぱそう。でももう僕もまあもうさすがにハラハラはしないけども、落ちるなら落ちるだし、上げるなら上げるなんでなんだけどやっぱこの数字見てるとなんか嫌な気持ちになるね。まあね、なんか X ってやっぱ2000より上のイメージがあるからね。うんうんうん、なんだこれっていう1900なんかないだろうっていう。まあだから存在しないエリアなのよ、うん、そこは。任天堂からしても。そうそうそう。一応ね、数字はあるけど。そうそう、ワンピースのインペルダウンの5階と6階の間なのよ、そこ。うわ横のね、そうそう、あれなんで、ここになんで人いんだみたいな。え、オカマ王国つって。そうそうそう。そこにいるんだな、俺は。ずっと。ちょっとだからどうにかしたいけど、結構でもね、エリアは2200ぐらい。2200から2200なんだけど、うん、やっぱ2200行くと一気に変わるね。一気に強くなるね。あ、打ち合いがまず強いからね。そうそうそう、うん、その2300から落ちてきた人とかいるわけじゃん、うん、そう、それが大変ですね、本当に。はい、富士坪スポーツクラブのガチアサリですね。まあここはね、ルートが正面ルートと左からこう回ってくるルートあって、防衛の時はね、うん、逆に入れるときは正面ルートか、右からぐるっと回って遡ってくるルートになるんですけども、無敵系持ってる武器は右から回るの結構強いんですけどね。スフィアとかさあ、プレッサー打って敵はハイドラもいるので、あ、いいじゃん。あー、
倒せるかな。倒せないな。もう右回ってキル取りに行ってもいいんだけど。はい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 。あのね、敵に、まあ、声いた場合、だいたい声いると思いますけど、この右から回るのすげえ強いんで、ガンガン回っていいっすよ。さっきのも、今右奥まで入ったけど、あれも右回って、プレッシャーかけに行くと、もうハイドラ、立ち位置なくなってくるから、あ、いいミサイル入ってたんじゃない今のも。まあ、大体ハイプレもいるんで、ジェットね。うん。結構後ろめなんで、ガンガン、行きたいね。うん。うん、そこの吸盤強いから。はいはいはい。まあ相手これもう北斎がね頑張んないと。あ、いいね。いい、全然。そこの位置のキルはすごくいい。うん。いいし、相手デカアサリ持ってたから。うん。デカアサリ持ちがね、やられるとすっげえね、ゲームスピード落ちるんですよ。狙えるとこはああいうの狙っていきたい。ああいう打ちでいいから。うん、おお、味方が取ってる。さあ、そいつ頑張れ。 OK、 前出ろ。若葉ともうジェットなんで、あそこミサイルもたまるかな。ミサイル貯めて入れてもいい。それ死ぬなよ絶対。ミサイル入れてから行けよ。 OK、 これ入る、これ入り、これ絶対入る。とりあえずいいね。うん、うん、なんかやっぱあんまりその集団戦考えなくてもいいかな。なんかもうちょっと切るというか、なんかこうライン上げたいね。無理やり、そう、無理やりラインを上げる。ライン上げてから行動考えてもいいかな。特に相手の構成だと。死にたくない、死にたくない、死にたくない、絶対死にたくない。いいね。あー、味方が死んじゃった。一枚取れて。うちはない方がいいぞ。大丈夫か。死んだら結構、で、痛いよ、それ。あー、揺られるか。揺られてない。そいつやる、そいつやる、そいつ、そう！いい。で、あとハイドラでもう何もできないから、右から回る、右から回る。ミサイルも貯めて。ミサイルで一回索敵してから右回ってもいいし。めっちゃいいじゃん、それ。うん。やっぱあそこのね、うん、奥行った時の行動が、ちょっと難しそうだね、まだ。いいじゃん。いやー、そことかも行っていいよ。ああいうとこ。強気に。うん。強気に行ってほしいなー。まあまあまあ、それ取れて。お、取れない。そう、そこは無理なんだよね、うん、正面はね、今は。だからあそこの位置で取った時に入んないともう入れない。あ、負けある。大きいの入ったら負け。それ富士さん、うん、オッケー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 。あ、あ、大丈夫か。あ、おお、はいはい、普通。危なかった。まあ、試合中のことは、はい。
まあなんか言ってましたけど、はいはい、普通普通、うん、これじゃパワー上がんない。いやそうね、うん、右から入るとか、あ、敵側に行くときにどうしようってなっちゃうんだよな。とりあえず、はい、今の段階では、はい、パワーも上がんないし、はい、対してパワーも下がんないかなって感じ。本当になんかモブ、あ、もうこのレベル帯のモブ、だからかもなく不可もなく寿司べがいるみたいなね。そうだからパワーも上がんないし下がりもしないみたいな。なるほどなるほど。うん、 50% 勝率 50% になる人みたいな。なるほどね、感じなんでね。で、はい、やってほしかったのは、試合中に見てすげえやってほしいなと思ったのは、はい、はいはい、まあ、今の構成とか相手ハイドラとジェット、はい、もう重いよね多分キルの感じ的には。もうちょっと相手アサリ入ってもよかったのかもしんないけど、うん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 、それでもやっぱ重いから、うん、入んなかったよね。なるほどね、うん、で、ああいう構成の場合、まあああいう構成じゃなくても、うんうん、特に後衛が一人でもいるような場合は、うんうん、あの一番相手からして嫌なのは、うん、まあ富士さんが初動右奥行ったじゃん、うん、右奥、あれもうねゴール下まで行っていいんだよね、あのまま、うん、ゴール下まで行って後ろから刺しに行く、はい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 、はい、うん、それするともうどっしり構えれなくなるから。なるほど、ああそういうやつがいるっていうのは。そう。なるほど。あの正面から行ってもやられるのよ、どうやっても。そうだね。うん。うん、入れなかったんで。そうだから壁とか使ってぐるって回って後ろから刺しに行く。そしたら後衛は後ろ見ていいのか前見ていいのか分かんなくなって。うん、ああなるほど、うん。やられる可能性が大きくなるから。そうかそうかそう。あさり持ってなくても、うん。そういうライン上げの行動してもいい。なるほど、公営を潰すためには。そうそう、公営、うん、公営を潰すためにはだし、あのマップは、あのマップってさ、富士壺、ね、ってさ、縦長じゃなくて横長じゃん、どっちかっていうと。そうだね。で、こういくかみたいな。そうそうね、うん、縦長のステージの場合はそれができないんだよね、うん、時間かかるから。まあそうか、そう、右からぐるっと回ってみたい、立ち往でできないじゃん、うん、そうだね、結構大変だね。大変でしょ、行くまでに見つかっちゃうというか、そう止められちゃう、うん、俺が言ってることするの、やろうとするの多分大変だと思うんだけど。なるほど。富士壺は大変じゃないのよ。なんでかっていうと、リスからぐるって普通にまっすぐ右壁使って、うんうんうん、結構敵と合わないで行けるのよ、うんうんうん、そうだから富士壺はガンガンやっていい。でそこでキル入れれるようになると多分パワーすぐ上がるよ、アサリは。オッケー、うん、邪魔だと思うやつをそうやってやりに行ければ。そうってこと。だからキルだけ考えていいよ、ね、本当に。オッケーオッケー、ちょっとそうしよう、うん、ちょっと立ち用はそれじゃあちょっと効かないかもしれない。富士通はそれでいいかな、はいはい、なんだかんだそのミサイル RC とかっていうのを気にしすぎてる部分があると思うね。うん、もうちょい。いやまあ気にするタイミングは気にするタイミングで。そうだよな。あの右奥でミサイル入れてさ、アサリ入れに行ったとことかはあれでいいのよ。うん。あ、なるほどね。そう。ミサイルあるから先に貯めて撃ってから行こうみたいな。うん、そう。はいはい。あの場合はあれ。なんだけど。なるほど。うん。持ってない時とか、アサリ入れれない時とか。うん、もうガンガンいかないと。なるほど。うん。てかまあ、大前提かな。だから2200ぐらいまでそうなんだろうね。2200ぐらいまでは、はい。まあ、パッと上がる、やっぱ簡単な方法は、もうガンガン前出てキル取る。倒しまくるね。うん、あさり無視して。そうなるのか。うん。が手っ取り早いんだとは思う。うん、うん。その能力がないから、みんなルール関与したり、なるほど。うん、少しずつパワーを上げていくになるんだけど。コツコツ上げるけど、うん、やれるならやった方がいい。そうそう、やれるならやった方がいい。なるほど。で、打ち合いに関しては、富士さん、やっぱこのレベル帯よりちょっと強いと思うから。なるほど。2200ぐらいはまだいけそう。うん。うん、なるほど。だからやっていいんじゃないって俺は。確かに。思うんだけど、富士さんは今んとこ、はい、このレベル帯のモブの戦い方をしちゃってるから。だから、慎重になりすぎてる部分もあると思う。うん、そう。なるほどね。なるほどね。ちょっともう、そうだな。やられまくって、やべ、やられすぎだなぐらいから考えればいいもんね。うん、その辺は。初動、富士壺来たら右回ってほしいわ、そこ。前もなんかやったよね、確かそれ。右行ってみるはやったけど、そのスピードが。右を配るはね、いや、やったと思うよ。うん、動画で。立ち用です。まあまあ、立ち用は頑張ってください。オッケー、立ち用ちょっとやります。よし。うん。うわぁ、ハイドラ。まあ、立ち用のハイドラは、全然強くないんで。リッターとかだとね、ちょっとだるいんですけど。うん、そう、ハイドラだとそこも入れるしさ、すぐ。
リッターだともうそれでもう抜かれる可能性あるんですけどね。左高いるかどうかとかもわかんねえから、ちょっと怖いっすね。ああ、いた、ほら。このマップ見てね、塗りとか見といた方がいいな、ああいうの。ああ、よくなかったな。お、ナイスです。まあ、パブロいるんで、あんまり今みたいに無理に入れに行かなくても、無理入れはパブロにさせた方がいいかな。他のなんかその、パブロがそういう行動、ああ、いい、いい、ああ、惜しい。ごめん。まあ、これは射程長かったね、相手ね。惜しかった。うん。パブロに、ああいう行動やらせてあげて、自分は整える方に行った方が、これ飛んで大丈夫か？これアサリないと、あれだけど、アサリあるか。アサリあるなら全然飛んで大丈夫なんだよね、この状況。ここから守り。一回そのミサイルで索敵入れてもいい。うん、手前にいないのかな。うん。もう入れる必要ないぐらいだね、これね。ノックアウト狙えるなら、言っていいけど、まあ、無理入れする必要もないし。カウント、数的にはノックアウト数あるけど。うん。もうパブロがぶっ壊してる感じするね、試合。はい。ノックアウトかな、これは。うん。クイさんの入れて。はい、ナイス。うん。はい。はい。まあ、細かいとこで言うと、はい。初動無理入れ、アサリしたときに、はい。左高に敵がいるかどうか分かんない状態で、あそこ結構うろちょろしてたんで、マップ見た方がいいのと、はい。まあ、でも、それぐらいかな。まあ、無理入れする必要もあんまなかったじゃなかったのかなって思う。まあ、そうか。うん。いや、入れることで、その、なんつうの、まあ、立ち上もこう、なんか、すれ違うステージじゃん。うん。なんか無理入れしたらこっち止まるかなっていうので動いてたんだけど あんまり良くない。うん、死なないで入れれるんだったら全然良かったんだけど。ああ、なるほどね。やられちゃうと結局、そうそう、あれやられて自陣負けてたら結構やばかったからね、うん、まあそうか。うん、あれ自陣相手にアサリあって、そうそうそう、自陣にいたんだけど一人、はいはい、敵、うんうん、うん、あいつ負けてたら結構なるほどやばかった、やばかったっていうか、まあ多分次すぐリード取られてた、また。うん、初級にはなった。味方も頑張ってくれてたから、うん、いけたのか、あれは。無理入れはね、する場面がない、そもそも。もう本当に、一個、そのデカアサリ入れたら、うん、リード取れるとか。はいはい。うん、もう最後に勝つときに入れる、ね。そうそうそう、そういう場合だけだね。なるほど。あの場面は左上見て、ハイドラいるなってなったら、おとなしく、してた方がいいと、左側で。うん、まあちょっと味方の動き待つか、中央でキル入れてから入れに行くとかでもよかったかなと思う。なるほどね。うん。そういや、まあ、入れて死ななきゃいいんだよ。あ、入れて逃げ切れたらもう全然。そうそう、全然。死ぬ状況で入れてんのがよくない。はいはいはい、そうだね。うん。入れても死ぬならやめた方がいいと思う。うん、そう。なるほど。何にもなんないから。相手にでかいの1個あげて終わりになっちゃうからね。そうだね。うん。なるほどな。いや、その、なんかこう、さあ次どうするで、最適解出すのに時間かかっちゃうね、その。うん、まあ、それはみんなそうなのよ。それがむずいわ。俺ぐらいなのよ、それパッて出んの。実は。そこが、プロとの違いなのね。うん、そうか、そうか。よし、ちょっと次どっち来てもいけるぞ、これは。あ、来た。ちょっと右奥行ってみ？はい、即右行きます。うん。はい。一番やられないでね。やられないで敵のゴール下まで行ってみて。オッケー。ああ、いけるかな、富士さんは。敵のマップ見てね、敵の位置とかを見ればね、割と簡単にいけるんですよ、ここ。ダイナモがいる可能性があるね。うん、そう。それとね。ああそこ絶対立つから。絶対とは言わないけど、まあでもかなり、エリアもそうなんだけど、あそこの位置って、
今やられた敵のいた位置はエリアでも敵が初動いるんでいることが多いんで、あそこの対処法はね、まあ覚えないとダメなんですよね。まあでもあそこにいる敵って吸盤投げたりインク出すと、あの通路側に引くことが多いんで、引いた瞬間に敵陣に入るとかね、なんかそういうのもできるんで、やっぱその辺はもう経験だね。だから経験がないから今のもああなっちゃっただけで、スキル的には絶対あそこ行けるはずなんだけどね、クリスマス。うん。二落ち。うわぁ。ああ、それは、もったいない。いいよ。あ、それ、めっちゃいい動きしてる。いや、味方死んじゃってるから、キル取りに行った方がいい。そう。キル取りに行った方がいい。そっから。うん。いや、いい。全然いい。あ、そこ死ぬのもったいないな、今の。そう。あんな感じで。だから、その味方が、富士さんが行くと、味方が、その3、4をする可能性があるんで、3対4をする可能性があるんで、もう早くやんないと、やるならね。うん。ミサイル入れて敵1、索敵して、相手アサリ多いんで、ここキル入れどこ。ここキル入れどこです。右降りた。ナイス。きつい。21だからね、今のはね。あ、でも1枚入って。ほら、これ。嫌でしょ、これやられんの。ほらー。これやられんの嫌なのよ。あれ、カウントの元だから。本当に、あの行動。このマップの。もう2人、それアサリも持ってないし、そいつ倒さなくてもいいぐらいだった。今の倒さないでもう敵の右奥取りに行ってもいいぐらいだった今のは。お、なんか入ってる。そう、ここに来るやつを倒したい。この辺に来るやつ守ってんだよね、もうね。うん、まあ後ろにデカアサリ渡してもいいかな。デカアサリ持ってる状態だとね、結構行くのきつい。うん、そうなんですよ。そりゃね、このレベル帯の人ぐらいならもうアサリ持ってる人の位置なんてもう把握してるから、ちゃんと。今みたいに行きたい時はデカアサリ後ろに投げてあげて先に崩してあげる。キルで崩してから、あい、もう敵いないよーで、おいでーってやってあげた方が自分も楽。敵も嫌だし、それやられた方が。キル入れに行きたいね。そう、もう一応ダイナモニアコ負けね、あ、負けちゃうね。うん、ね、あ、ラインが低いね。うん、全体的になんかチャンスがない、入るチャンスがない。もう右奥入ってキル入れに行くぐらいし、やった方がやんないともう無理かな。多分カウント差も結構あるし。うん、まあこの試合1回も行ってないか。あ、1回だけ行ったか、右奥。まあそれ勝てないよねって話。うん、はい。まあ俺が言ったことで一回しかやってない。一回言ったけど結局何も、何も、まああれは味方がちょっと死んじゃったから
あのタイミングでね。タイミング的なものもあったけど。はいはいはい。で、逆に相手はさ、ほら、左右奥来て富士山のこと倒して、朝にポンポン入れてったでしょ。そうだね。そうそうそう。うんうんうん、それなんですよ。なるほどね。あれをもっともっと。そう、あれだけコスルでいいのよ。あそこの右広場が勝てないんだよな。だから敵の位置とか、そういうのを。あそこで打ち合いする必要ないんだよね、そもそも右広場で。抜けれちゃえばいいってこと。そう、抜けれちゃえばいい。抜けれちゃったら、もう壁あるし、うん。はい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 。すげえうざいのよ、相手からすると。そうだね。そう。確かに、あそこまで入れ、あの、坂まで行ければ、うん、リスポーン以外は。そうそうそう、そうなの。だから、うん、あれで、初動ってさ、うん。あの、やられたじゃん、初動、右奥で。やられたね、右で。うん、あそこの通路って、もう、何のルールでも、ここのマップ敵いるから。うん、初動あそこ。はい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 。あそこの対応の仕方は、まあ塗り出したりボム置くと、うん、うんうん。まあ相手動いてくれるじゃん。その間にスルッて抜ける感じ。なるほどね。うん。あ、じゃああそこを倒してから行くじゃないんだね。もう。そう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 。倒す必要がないんだよね。うん、とりあえず先に行ってほしい。なるほど。うん、早い段階で。行ってやるってこと。そう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 。オッケーオッケー。うん。そうか、あそこの打ち合いきついなーって毎回思い、きついけどちょっと無理してとかって思ったけど、まあきついってか相手の位置分かりづらいしね。うん、うん、あの結構車線も多いし、うん、なるほどね。だったらもう車線が2方向ぐらいになる奥まで先行っちゃってから、そう、先に車線減らしてから戦いやすくしてから戦う、うん、うん、の方がいいかな。車中でも同じよね、感覚は。うん、まあ感覚はだ、ただここ長いからむずいね、マップが。オッケー、ちょっとやってみます。うん、まあちょっとね、経験値がなさすぎてね、一回成功しただけでも忘れちゃうんで、何回も成功させて、あ、こういう行動って強いんだっていうのを体に染み込ませないとダメなんですけど、何回かやったと思うんですけどね、あの藤壺の右奥、それ初動行ってってやって動画でやったような気がするんですけど、ちょっと俺の気のせいだったら申し訳ないんですけど、まあ、やってなかったらまあしょうがないよね、わかんないの。やってても、あ、覚えてないっていうことだから、やっぱね、そんな1回2回やったぐらいじゃね、多分覚えれないんですよね、みんな。あ、やばそう。なんで、何回もやる。何回もやって覚える。いいじゃん。それで引くだろ。もう、とりあえずアサリは止まったかな。あ、止まりゃいいよ。アサリは、うん、2枚打ちか。富士山死ぬかな。なんとかいった。うん、まあ、死んじゃうよね、あの状況で、あそこいたら。もう入れられたくないな、ぼちぼち。アサリ相手1個なんで、あ、実力取られてんのか。死にたくない。キル入れないと多分これ一生変わんなくてね、その状況が。後ろから入る。ミサイル撃ってもいいかな。ミサイル撃てるか。ミサイル撃てたら最高だけど。あー、そっちに撃ったんか。今のはね、中央後ろにいるやつに撃ってやると味方が取れるんですよね。で、前から来るやつは死なないように体で見るっていうのができるとすげえ良かったんですけど、前にミサイル撃ってもね、死なないんですよ、あれ。今なんかちょっと固まってて死んだのかわかんないですけど。はいはい、はい、うん、まあしょうがないね。チャンスは作れてた。うん、チャンスはあって、右奥
正面奥行ったのは良かったね、うん、あれあのハイドラ下がらせて、うん、そうだね、うんうんうん、で富士山がやらなきゃいけなかったのは、うん、デカアサリ味方が入れた後に、うん、アサリ入れて死んだじゃん、うん、あそこアサリ入れないリスから絶対敵来るからそっち見ながら時間かけて、うんうん、中央にね2人多分いたんだよまだ敵が中央から、うん、敵高ぐらいゴール付近はい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 、はい、うんそっち方面に何人かいたんですけど、うん、そっちにミサイル入れなきゃダメだったそっちミサイル入れてもリスポーン2人はもう体で止めるそう体で止めるか無視無視で降りる、うん、はあなるほどでアサリ入れるはい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 、うん、あそうかそうかだからで入れて逃げちゃえばいいのかそう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 またチャンスあるならそのまま入れ続けるしっていうのを味方やらしたら下がるとそうをあそこで瞬時に判断してやれないとうん、うん、なるほどあのモブプレイヤーになっちゃうあれモブプレイヤー1930ぐらいのモブプレイヤー1930のモブプレイヤーになっちゃう30はモブでもないんだよもうそうそうあのさ正面、はい、リスから来た2人にミサイル入れたけどさあれミサイル入れてさまあなんか、うん、多分事故って死んだのか分かんないけどさうんうん、でもあれ逆の立場であれやられてもきつくないでしょ大してまあ一回待っていきゃいけないそう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 、うん、そうなのよそうだねそれこそだからめちゃくちゃ詰められたら嫌だけどそのミサイルでもうまたハイドラやられるとか、うん、って言ったらそうだけど確かにねそうなんだよねあっちがね低い位置だったら、うん、あれ入れて倒しに行くとかもできるかもしれないけど、はい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 、圧倒的にあっちの方が立ち位置が高いからまあね相手もすしべだと無理なのよあれうん、そうね。寿司部は思ったより短いもんね。うん、そう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 。うん。だったら、もう下の、ゴール下をぐちゃぐちゃにして、上の人が焦るような状況ですよ。そうそう、の方が、俺は寿司部はできた、作れたんじゃないかなとは思う、あの状況。なるほど。うん、来た。あ、来た。ちょっとマジで負けていいからやり続けて。わかりました。それで覚えることあると思うから。はい、OK です。よし。行きましょう。うんうんうん相手シューター多いなー相手いい構成だねさあ狙うとしたらお風呂になるかそうそうそうそこへ打っそこに入ってるおいいねそうで右奥入るいいじゃん素晴らしいゴー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 ミサイルもある後ろ入れて下がっあ9番なあ今のね入れた瞬間に入れた瞬間に9番投げてミサイルの方がいい足止めできるからそうミサイル単品だとねあの突っ込んでくるんで敵あれうんインクもあったんで9番先投げっすねうわすごいかなごめんまあ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 いいよいいよあこの試合いいじゃんめっちゃアサリ入れれる動きしてるまああそこの戦い方は戦って覚えるしかないなプッシュした方がいいのか引いて敵来るの待った方がいいのかみたいなのはあそこで戦いを何回もしてると覚えてくるガンガンいってガンガンいってそれだけやる人そう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 あ、二落ち二落ちだけどそれは良くないねいや、アサリ持ってないからねそんなに焦んなくてもよかったあ、まあでも三落ち入っちゃったならよかったこれはやる、絶対やるオッケー、うん、いい帰りだったね今のはこれ大丈夫かなと思ったけど今のは風さんの判断が正しかったねー
あ、風呂やれねえじゃん。いいじゃん。リス前まで行っていい、リス前まで行っていい、リス前塗っちゃえ、塗っちゃえ、塗っちゃえ。そう、前出ないとね、後ろから来るんですよ、これ。今、リス前から来る人いなかったから、一瞬。ちょっと余裕あったから、もう前まで出ちゃって。そうそう。あ、今の手前のアサリ4個あれ拾った方がよかった。あの、自分の通る道にアサリある場合はね、取った方がいいですよ、基本。そう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 、そこ、後ろから来るやつもやれるとね、やれるんですよ、壁あるんで、ここ。ごめん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 。で、吸盤投げて、いや、吸盤を投げてほしい、そこ。もったいない、インク、マジで。あ、でもこれは、富士さんが壊したね。うん。これよかったね。そうそう、吸盤投げた方がいい、あれ。絶対投げた方がいい、もったいなさすぎ。なんなら取れる。ずーっとそこキープでいい。ずーっとそこキープでいい。下がんなくていい。もうこれ。二人目は無理かなー。うん。俺だったら今のダメ食らってたから、一枚取った瞬間、左に降りてたね。多分二人目厳しい。取れても相打ちだった、今の。相打ち取るぐらいなら、あそこの位置キープしてたかったんで、その、時間かけるの今すごい大正義なんでね。カウントもめっちゃ取ってるんで。そう、で、お風呂が見えてたじゃん。お風呂が追ってくるんですよ、これ。その、追ってくる敵も倒す。来ないようなら、リス前から。そこ、9番置いてから、ミサイル撃った方がいい、マジで。うん。絶対9番置いた方がいい、先に。その、何のロスにもなんないから、時間のロスにも。まあでも、右奥入ってだいぶ相手はもうなんかどうしようもない感じになってるね。ここはもう最後止めりゃ勝ちなんですけど、相手のアサリめちゃくちゃ多いんで、まあ、最高なのはデカアサリ持ってるやつを倒す。最高なのはね。次にやりたいのはデカアサリ持ってないやつを倒す。うん、一番やっちゃいけないのは死ぬ。うん、ごめん。まあでも止まったかな。うん、うん、いいじゃん、よかった。いや、もう富士さんが行ったから、もう相手のラインガンガン下がっちゃって。そうね、うん、やっぱ後ろから来てるって時点でもうライン下がってんだもんね、うん、相手は。そう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 。で、はいはい、あの後ろから来たの取れるようになると最高。一回取れてたけど。そうだね、やっぱよし取り終わったなが多分遅いんだろうね。うんうんうん、そこ難しい。あそこか壁あるからさ、すっげえ簡単に取れんのよ、後ろから来るやつ。高いし、自分の方が。そうだね。うん、実はあそこ強ポジなんだよ。いや、強い、あそこは。リスポーンさえ来てなければ。そう。で、なるほど、はい、試合中にも言ってたけども、ミサイル撃つ前に絶対吸盤投げる。うん、富士さん、足元。富士さん、いや、足元ってか、あの、右奥で結構ミサイル撃つこと多かったでしょ。多かったね。うん。うん、あれ、全部富士さん撃ってるとき、インクタンクマックスなのよ。あー、なるほど。1個吸盤をゴールした手前ぐらいに置いといて、ミサイル撃つと、うん、敵詰めてこれないし、ミサイル撃てるし。そうだね。うん。なるほどね。まあ、塗りも広がるしと。うん。オッケー。その余裕を、だから、慣れて余裕を持ってやるって感じだね。そう。あの行動、吸盤、なんだろう、ミサイル、インクタンクマックスの時に、うん、ミサイルパッて撃つのと、うんうんうん、インクタンクマックスの時に、吸盤っぽいミサイル、ほぼ時間かかわんないから。うん、あー、そこに別にそんな、あれはないのか。そう、ないないない。もう、速さというか。やり得なんだよね。なるほどね。うん。だから絶対やった方がいい。オッケー。うん。ちょっとそれも意識して。うん。まあでも、うん、簡単っていうか、わかりやすかったわ。うん。やることが。そうそうそう。あれやれば、富士壺は、うん、あれに対応してくるような敵が2000、多分200超えてからだから、300、400ぐらいからは、あの、風呂が今度立ち位置変えてくるから、あれやると。ああ、だからそれこそ相手の真ん中高からバシャバシャやってくるとか。そう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 、ゴール下に張り付くようになるとか。うんうん、なるほどね。でもだからその強さを知らないと結局ああやってもう入り放題されちゃってるとか。そう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 、右側が強い強いっていうのを。そうそうそう、なるほどね。うん、いやでもわかりやすく、はい、得られましたわ、その、うん、なんつうんだ、
変形を、うん、そうだねはいはい、はい、立ち用だとね、ま、ちょっとマップが長いから、うん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 、ああいう位置まで行くのに時間がかかりすぎて、ああだとやっぱりあまり強い構造じゃなくなるというか、そう味方負担にもなるし、はいはいはい、うん、きついんだよねあれ、なるほど、うん、敵もなんかちょっとヘイト買いづらいし敵の、うんうんうん、そうか、で横長系のすぐそこに行けちゃうステージはこれは基本的には効くんだ、かなり効く、あのアマビとかもいいね、はい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 、アマビの敵の左高とか、ああそうね、あのもうブロック登っちゃって、そう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 、左から、ああなるほどなるほど、もうそこに一生居続ける、うん、マジでだるい、そうか、カチカチに固めたら固めたで真ん中が通るから、そうそうそう、なんでそれが強いかっていうと、はい、アサリっていうルールは他のルールと違って、うん、ジャンプでカウント取れちゃうから、ああそうか、持ってジャンプしに行って入れるでできちゃうのか、そうだからエリアとかはあいつ無視してエリア塗ってりゃいいんだけど、そうね、そうアサリは無視しちゃダメなんだ、あれあいつを、まあそうかそうかそうか、うん、いつでも入れれる状態になっちゃうのか、そういるだけで、そう、ああなるほど、うん、ちょっとそれはでもやってみてなんとなくその強さ分かったわ、確かに、うん、相手はやっぱヘイトを向ける数が多かったから、うん、普段より、なるほどね、わちゃわちゃしてたでしょ、うん、でそれでやる、それと倒せちゃえばもう一個上いける、そうそうそう、あれで返り討ちにする、うん、うん、そう、ウボウギンになれれば、ウボウギン、いやまあウボウギン返り討ちにしてやると言ってたけどね、うん、一番気持ちいいって言ったでしょうん、あの復讐野郎ね、うん、復讐野郎一番気持ちいいんだぜってあのクラピカに言ってやられてましたけど、うん、そうそうそう、やられてんじゃねえかだからウボウギンになってください、雲で一番最初に死んでんじゃねえなるほどね、ちょっとそれはでも分かったわ、うん、結構今回はね、うん、プレイするだけで、後で見直すけどプレイするだけでもね、ああなるほどっていうのがあったから、うん、まあ忘れると思います、ああなるほど、はい、言います、またありがとうございます、はいはい、そうですね、何度もあの何度もやり直して、うん、特に最後の試合だけ見直してほしいわ、正直、ああ うまくいったやつを見直して、うまくいったのだけでいい、本当に、ああ本当に、うん、その気分もいいし、まあ、確かに、うん、実はやっぱね、なんだかんだ傷つくから、うん、怒られてるやつって、うん、まあ、怒ってはないよ基本的に、いや、待って、あの、うん、感情でじゃなくて、感情でじゃなくて、そうそう、あのダメなところ疲れてるわけ、うん、まあね、そうそうそう、うん、だそれちょっと考えながら、はい、証拠は2100、まあ、2100ぐらいの全部今のところ、あ、なんだ、頑張ってあげていくように、はいはい、したいと思いますんで、はい、皆さん応援お願いします、はい、お願いします、というわけでまたお会いしましょう、さよなら、はい、さよなら、チャンネル登録お願いします。